皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。で、今回なんですけれども、まあ、今回の動画は、またですね、はい、忍び連合戦をね、ちょっと、やっていきたいかなと思うわけなんですけれども、今回も縛り編成で、はい、遊んでいきたいと思います。で、おっと、早期さんがおると。まあ、今回はっていうか、今回も、中級をやっていくんですが、今回の編成は、こんな感じで、いきたいなと思います。で、まあ、夫婦というか、渦巻さんちのご夫婦と、はい、奈良鹿丸さんの奈良さんのご夫婦と、あとは、内葉さんちのご夫婦と、三人で、夫婦でちょっと力を合わせて頑張っていきたいかなと、思うわけなんですが、まあ、ちょっと中身見たいっていう方がちょっといてはったんで、ちょろっとだけ見ときましょう。こっちが発信になるとですね、リングは、まあこんな感じ。はい。で、奥さんの方、はい、ひなたね。ですけれども、まあリングは一応こんな感じ。はい。で、奈良さんちの旦那さんは、まあ、こんな感じですね。で、奥様の方が、こんな感じ。はい。で、内葉さんちの旦那様が、神サスケですね。こんな感じ。うん、と、奥様の方が、はい。こんな感じで。まあ、二人なんでね、ちょっとね、厳しい部分もあるかもしれないですけど、この感じで行っていきたいなと思います。さあさあ、並びですね。どうしようかな。真ん中に発信サスケおるから、内葉さんちのお夫婦はちょっと避けたい。どうしようかな。せやね。こうしようか。これで行きましょう。はい。はい。まあ、というわけで、今回が第何回になってるかな。ちょっと動画をアップロードしてる順番にもきっとよると思うんですけども、ちょっと何回以下になってるかは、まあ、現時点ではわからないですが、頑張っていきましょう。まずは、港の先制攻撃を食らう範囲になりますが、まあ、耐えるでしょう。区内を、術式区内を付与されてしまったというところで、港がちょっとかなり早く動いてしまうところなんですが、どうしようかな。まあ、とりあえず、2かな。ここでもかなり痛い一撃を食らってしまうわけなんですが、乱暴打っときましょう。あら、麻痺が入っちゃったね。ちょっときついな、それは。それはきつい。これ大ピンチってやつですね。まあ、ランブは活用していきましょう。ただし、つくよみが向こうおるんで聞かへんか、あ、聞いたかな。どうしようかな。っていうところで、かかしを落としにかかりましょう。まあ、回復されたとはいえ、このサスケの一撃は重たいもんがあるんで、いけるでしょう。うん。ランブは撃つ。はい。ランブは撃つ。ここは徹底していく。はい。うん、いいっすね。で、これで、あとはカカシじゃない、イタチだけになったとはいえ、うん。まだつくよみが剥がれていないと、ああいうところと、あと奥様は、ちょっと繊維喪失しとるので、まあ、剥がれる、もうちょいして剥がれるんかな。次で剥がれるんかな。やったら、こっから打って、混乱とかが万が一入ってしまうっていうことも考えて、ちょっと一回ここはステイかな。はい。まあ、この一撃も、おそらくはそんなにスキルダメージはでかいものはないんで、落ちることはないでしょう。うん。行きましょう。あ、これでどんだけダメージ入るかね。スキルにさっき打ってもよかったとはいえ、これで落とせるでしょう。はい。まあ、なんとか、サスケさんちの、サスケさんちのご夫婦は勝利。うん。していたわけなんですけども、次は、渦巻さんの、ご夫婦で、それ頑張っていただきましょう。まあ、この子は何と言っても、スキルによって、地形展開していきましょう。奥様の方は、どうしようかな。まあまあ、キャンセルも入るんで、可能性があるんで、スキル1打って、からの、
スキルダメージをアップさせた状態での一撃、うん、これでいきましょう。はい、さあどれだけ入るかってところですね。まあワンチャン落とせる、オッケーですね。さすがですね、さすがさすがの、うん、あの縛り編成とはいえ、うん、なかなか強いメンツできてるんで、まあ難なくクリアっていうところなんですが、あとはここっすね、ここ、はい、このご夫婦がどれだけ頑張ってくれるかっていうところになってくるわけなんですけれども、さあどうしよう、ここかな。スキル1先言っときましょうか。まあこれで落ちてしまうことはないと思うんですが、さあ、オッケーね。うん。そもそもスキル食らわんってやつね。でここでバフがかかってダメージカットも入るんで、まあまあ優位に運べていけるでしょう。旦那さんの方は打ちたいといえば打ちたいんですけど、全体チャクラ半減にするっていうバフがあるんで、さっきこっち打っときましょうか。で、ガンガン行きましょう。ただ、こっちどうしようかな。まあ、これはええか。これはええか。打ちましょうか、ガンガン。そして、ランブは打っていく。はい。一番手前のナルトがどうやらスキルが入っていないのを確認したんで、鹿丸のスキルも入らんというところなんで、ある程度は回数を見ないといけないですが、周りのあと2名を落としにかかりましょう。うん、そうやね。1000になるともどうやらスキルが先行じゃないっぽいんで、あー、どうしようかな。まあ一応打っとくか。はい、これで、うん、そうっすね。ただしここは一撃食らうと、相手が1000にモードなら痛い。うん、まあそんなにスキルダメージは出てないような感じですね。そして次からも入っていくんで、うん、いけそうっすね。さすがのナルトといえども倒せるでしょう。はい。まあ難なく三家族とも勝利できたというところで、うん、今回はまあなかなか良かったんかなと。どっか側ね、負けてしまうとちょっと残念な結果になってしまうんですが、うん、三戦三勝というところで今回は頑張れたかなと思います。情報は自分で確認するもんじゃぜ。はい。というところで、まあ、今回は、忍び連合戦。まあ、今回はっていうか、今回もかな。はい。忍び連合戦、やってみたんですけれども、今回は、ナルトとヒナタの、と、あとは、サスケ、サクラ。そして、シカマル、テマリと、いうところで、ちょっと選ばさせてはいただいたんですけれども、ご夫婦、うん、三家族で、まあ頑張ってみたっていうやつなんですけれども、ちょっと待って、話がね、変わるんですけど、最近ちょくちょく、コメントもいただいてたと思うんですけど、コメントとか、あと、まあ、DM とかでも、その話の流れとかでも、結構ね、言われてるんですけど、まあ、気になってる方も中にはいらっしゃるかもしれないですけど、ボイスがね、ボイスが、まあ、ジャゼとなっておると、ちょっと前からね。うん。まあ、これには、まあまあ、ちょっと理由というか、はい。話の流れがあって、結構、その、話のあった、ところが、まあ、冗談半分みたいな、ところから結構広がって、ジャゼに変えました。ジャゼ買いましたよとか、大抜きボイスにしましたとか、結構言ってくださる方が、いらっしゃって、ほんとびっくりはしているんですけど、三人、うん、当事者というか、はい、いてるんですけど、まあ、みんなびっくりしてると、いうところで、結構、ここまで広がるとは誰もが思ってなかったんですけど、なんていうんですかね、そういう風に広まっていくっていうところが、やっぱ嬉しいですよね。うん、皆さん、まあ、要は3000ポイント、P マイルを3000も使ってやってくれるというところで、すごい皆さんのその、まあ、ノリというか、温かさをすごい最近感じております。うん。で、買えましたよとか、
大野キーズに入りましたよとか、もうほんとね、ありがたいんですよね。もう嬉しいというか、うん、皆さんのそういう遊び心って言うたらいいんですかね。うん、ほんと楽しいなって最近は思いながら自分もナルコレプレイさせていただいてますので、ほんと皆さん、もう感謝しかないですね。ほんとありがとうございます。まあ、それだけっていうわけじゃないんですけど、もう最近ね、そういうのがすごい、ツイッターとかでも、まあね、ちょっとぐらいはね、話題というか、話の、種になってるみたいで、うん、本当はありがたいな、というところをちょっと最後に、まあ余談ですけどね、お話しさせてもらって、今回の動画はここら辺でお開きとさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。